is a wayang beber. これはワイヤンベベルです。はい、はい、これは、絵で描いた、ワイヤンベベルというものです。ワイヤンベベル dibuat lukisan painting ya. This is painting wayang in here. はい、this is cerita tentang Ramayana Mahabharata. はい、ここにはですね、ワヤンの、原型といいますか、紙で描かれたですね、ワヤンの、ものが、古くから伝わっています、そしてその名前をですね、ワヤンベベールというそうです。This is ワヤンベベール、はい、ワヤンベベールは今でもですね、王宮で実際に行われていて、このような形でワイヤンベベルは人々の前に見せられています。ワイヤンベベル from Java。 ワイヤンベベルはジャワ島から、ジャワから、ジャワが発祥だというクラペンという場所の、ワイヤンベベルの、形です。現在もですね、こういう形でワイヤンベベルというのが行われており、これもですね、ワイヤンの一つの形になります。はい、そしてですね、今は映ってないんですが、バリ島にもですね、同じように、ワヤンの、ワヤンが、ワヤンを元にした絵画があります。はい。Okay. Yeah. Don't practice in wayang. This gunungan. はい。そして。Yeah. Stop. はい。これはグヌンガンです。This for opening wayang. はい。そしてこのようにですね、この影を映しながらワヤンのオープニングが始まります。Dan menonton dari belakang screen, ya. はい、そして、このワヤンは、直接、前から見るものではなく、スクリーンの後ろから、人々は鑑賞します。はい、これは、チューブジャワのですね、グヌンガンになります。はい、そしてオープニングの時に、このようにですね、ワヤンを、振るいながらですね、ワヤン劇が始まっていきます。できないですか。 And the music, gamelan, teng tong 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 tengはい、はい、でこれはラマです。ラーマです。はいはい、マヌシア、はい、おいおい人間よと言っています。はい、これはジャワのワヤンだそうです。シンタ、シンタは、ラーマの、恋人だそうです。This is from cerita Ramayana. はい、これはラマヤの、物語になります。
はい、今、ご覧いただいたのがですね、まあ、インドネシア広い国なんですけれども、中部ジャワの、クラトンの、ワヤンの劇になります。バリネスワヤン、はい、これはバリの、ワヤンになります。はい、じゃあちょっと、バリの、先ほど出てこなかったものを簡単に、バリの中にはですね、カマサンガといいまして、ワヤンガと同様にですね、絵で描かれたものが現在まで、存在します。そして例えば天井画といいまして、建物の上に、この無数のですね、ワヤンギラマヤナとかそういうものを描いたものがですね、現在バリに行くと見られるそうです。はい、ワヤンバリ、はい、そして、はい、そしてこれが先ほどのジャワとは異なりですね、バリ島で、実際に行われている、ワヤンの楽器、ワヤンの、ワヤンの舞台裏の姿です。ガムランバリ、tidak sama dengan gamelan Jawa。 はい、バリの、ガムランは、ジャワのガムランと、ガムランとは異なり、はい、そしてこのような、Sang Hyang Ismaya name Semar. This is Semar.はい、そしてこれは、バリ島の、ワヤンでスマールと言います。Hello. Hello. Oh. Hello. Hello, everybody. Oh, konnichiwa. Oh, arigato, arigato. Oh, problem like this is a problem. This is sometime for comedian, wayang. はい、そして、スマールはですね、バリの中では非常にコメディ、すごい賑やかで楽しい、役どころになります。But sometime like God, yeah? はい、そして、それも神の一つの形です。Okay, okay, okay.はい、そしてこれも、バリのですね、ワヤンになります。はい、バリの、動物を示したワヤンだそうです。はい、名前をハノマンと言います。はい、これは、神様なんですが、猿の神様です。ハノマーンですね。はい。もう猿のように皆さん見えましたか？ワヤンゴレ、プレイワヤンゴレ。It's not spring. はい、そしてこれはですね、ワヤンゴレックというですね、もう一つのワヤンの形になります。 If you want play golek, はい、ワヤンゴレックを、演じるときはですね、スカートをたくり上げて、衣装をたくり上げて、そして手を中に入れていきます。カマナアトゥーカマナメヤンマネナノジガイルサレレチガブーナオカラティラプナラパティラプナヘヘ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 ヘSame with Bali, yeah? はい、バリとジャワは、同じような、まあ、川で、はい、形をしています。はい、はいはい、そしてこれはですね、牛ですね、川で作られたものだそうです。はい、しかしですね、西ジャワの方はですね、木製の、ワヤンを使用します。
Now I want to play wayang orang.はい、そしてですね、もう実はですね、もう一つですね、バリ、ワヤンには、形があります。それは、皮とかですね、木を使う、このような工具を使わないで、人が演じるワヤンだそうです。今、ワマン先生はワヤンオランと言いまして、人が演じる、ワヤンを行います。そしてワヤンオランではですね、必ずですね、こういう、バティックというんですが、インドネシアの、まあ、民族衣装ですね、民族衣装であるものを、身にまといですね、そして結びます。はい、じゃあちょっとですね、今、何の、ワヤンオランやってるのか皆さん考えてみてください。今、皆さん、この、あのワヤンオーラを見ていただいて、どんな動物だったと思いますか？はい、ありがとうございます。モンキーですね。ハヌマンというですね、神聖な、猿を、猿の、お面です。はい、そしてですね、この、トッペンにはですね、一つ特徴があります。トッペンを、裏から見ていただくとですね、今日本の能とは異なりですね、紐を結ぶところがないことがわかると思います。はい、そしてインドネシアのお面はですね、このように裏側に、直接ですね、口をつけてですね、お面を噛んでですね、止めるという、方法で皆さん踊っているそうです。面白いですね。ね、面白いですね。はい、次は一体何が出てくるんでしょうか。はい、もう一つやってくださるそうです。